またまた政府のトップシークレットが売りなら国民にバレてしまいました。売りならの怒りが大爆発。韓国紙の記事からです。あのセオル号を引き上げるための費用がなんと当初予定の10倍以上もかかることが国民にバレてしまったのです。これを知ってしまった韓国国民はパクチャン大統領に謝罪を要求するためにウォーミングアップを開始したのかは定かではありませんが、新たな火種となることは間違いないでしょう。セオル号引き上げについては、引き上げ費用を300億ウォンで韓国のウンディーン社が予定されていたのです。しかし、ウンディーン社側から引き上げ作業の受注を辞退すると発表されたのです。困ってしまった韓国は急遽イギリスの海洋救難コンサルティング会社である TMC に引き上げを依頼することに決定し、その費用が4000億ウォンであると発表したのです。韓国涙目。300億ウォンから4000億ウォンに高騰。経済絶好調の韓国なら安い安い。さて、ウンディン社は韓国政府が優先的に指定した引き上げ会社です。それなのになぜ作業を辞退してしまったのでしょうか。そこに国民に知らせることができない秘密があったのです。その秘密とは、ウンディン社が引き上げを受注した場合、ウンディン社が韓国国民の注目を集めてしまうからです。注目が集まるとどうなるのでしょうか。海洋警察とウンディン社との間にある賄賂や天下りの歴史、つまりズブズブの歴史が国民にさらされてしまうではありませんか。こりゃまずいと思った政府が取った対策は、ウンディン社を無視してイギリスの会社に引き上げを依頼、そしてウンディン社には無理やり作業を辞退させて、ウンディン社が作業を辞退してしまった。仕方がないのでイギリスに依頼。このような演出をして国民を騙したのです。その結果、イギリスの会社はやりたい放題、イギリスから遠い韓国での作業だし、世界の注目が集まってるし、韓国国民の謝罪要求が来るし、まあこのような理由かは分かりませんが、引き上げ費用のお見積もり金額が4000億ウォンになったのです。イギリスは刑の法則を知っているのか。韓国と関わると必ず不幸になるのです。引き上げの結末は、引き上げ失敗なのか、謝罪と賠償なのか、二次災害なのか、筋書きのない迷惑ドラマが始まるのです。皆さんの予想はどれでしょう。それではまたお会いしましょう。